それでは今からサイトの背景の変更方法の解説を始めます。サイトの背景というのは、今これちょっと灰色がかった色ですね。この背景を変える方法です。やり方は非常に簡単です。サイトオプションをクリックしてください。そこでサイトデザインをクリックします。ここに背景画像というのがあります。背景画像をクリックし、例えば横縞の細め、この中から選ぶことができます。いろんなものがありますので、ご自身のサイトのデザインに合うようなものを入れてください。今回は縦縞を入れてみたいと思います。それのこれですね、黄色っぽいやつ、これを選択し、はい、デフォルトを選択しておきましょう。ここで OK をクリックします。で、保存をしてサイト生成をします。はい、これで更新をすると、このようにサイトの背景が変わりました。以上でサイトの背景の変え方の解説を終わります。